去年、岡山県北の温泉地を中心に開催されたアートイベント、美浦坂んと芸術温度の来場者が12万4000人と、前回より増加したことが県の調査で分かりました。回遊型アートイベント、美浦坂んと芸術温度2022は、去年の8月から12月まで、100日間の期間で開催され、湯原、奥津。 湯郷温泉の宿泊施設や周辺施設にアート作品が展示されました今回、開催期間中の来場者は延べ12万4000人でコロナ禍前の2019年10月から2020年1月にかけて開かれた前回と比べ6000人増加したということですアンケート調査によりますと県内からの来場者が50.6県外からは49.4とほぼ半数ずつになっています。 岡山県では参加アーティストが増えてイベントの魅力が向上したことなどが来場者の増加につながったと分析しています。